こんにちは、山本誠二チャンネルの山本誠二です。ちょっと2月の1日からね、頑張って、このチャンネルの更新を再開しまして、まあ、細々とやっていくつもりですが、まあちょこちょこね、ちょっと見ていただいて、たくさんコメントをいただきましてありがとうございます。励みになりますのでね、どきどし、いろんなコメントいただけたらと思います。で、1回目の時もね、言いましたけれども、私が、こうがんと戦っていく、治療をしていく、そして今まで治療してきたということをね、こうやって、レポートというか動画にしていくんですけれども、決して、こういうのがいいですよって進めたり、これは間違いないとかっていうつもりはないです。はい、あのお医者さんではありませんので、ね、で私の中で、いや、もしこういう治療をしたら結果どうなんだろうとかね、いう一つの例ね、まあ治療っていうのは、まあ一番いい時にその方法しか選択できないことがあるんで、もしあの時抗がん剤をしたらどうだったんだろう、あの時抗がん剤をしてなかったらどうだったんだろうとかね、こういう薬を使ったらどうだったんだろうとかいう選択肢がいっぱいあるわけですよね。でもその中で、私が選んだ方法は、あ、なるほど、こうなってきた、そしてこの後こうどうなっていくっていうのをね、まあ、一つの参考に、していただけたらと思って、配信をしていきますので、決して、この治療法がもう全てだとかね、いうことをなんか訴えるわけではありませんので、それぞれ、皆さんがいろんなことを参考にしながら治療法を選択してくださいということを初めにお伝えしておきます。さあ、なんとね、この間の中にもこうありましたけど、ここはね、静脈中心ポートね、これがもう取れましたんで、あとポートはついてますけどね、このあれがね、フルオロウラシルっていうね、あのこの48時間ぐらいこう続けてるやつをね、これは取れましたんでね、身軽です、ね、いうことで、ちょっとお話し始めたいと思いますが、今日はですね、入院中のことと、その入院中のことについては、まあ、初めて抗がん剤というのをね、ちょっとやるんですけれども、やってみたんですけれども、まあそのお話と、それから退院をして、どういう生活だったのかというのをね、ちょっとお話していきたいと思います。まず入院中、まあ入院でね、まあ、入院して次の日から、抗がん剤を始めました。もう入院のその日にこの静脈中心ポートと言われるものをここに埋め込んで、で次の日から、抗がん剤をね、やったんですけども、あ、まあちょっと、不安というか怖かったですね。あの、まあ、まず体力がないっていうのと、まあこれは後になって分かったんですけれども、その時はね、あのなかなかその詳しくは、まあ、詳しく説明してもらったんですけども、ピンと来てなかったというのがまあ本当だと思いますけども、まあ、抗がん剤を投与することによって何か異変が起こる可能性というのはまああるので、まあ、今度は管をバーッとつけられて、ね、心電図をこう、ね、測って、何かあったらすぐ対処しますというような状態で始めて、まあ、それはもう私の体力がもう極限に落ちていたということでね、そういうことになったんですけども。まあその初めて、まあそういう抗がん剤をするということで、まあ説明があるわけですよね。いろんな吐き気だとか、いろんなこととか、まあそれに対しても初めに吐き気が起こらないように吐き気止めを入れてくれたり、まあいろんな処置もねしてもらいながらの治療なんで、で何かあったらすぐ言ってくださいと、吐き気が収まらなかったら吐き気止めもありますしとかいうね、ことも言われたし、薬の説明もいろいろ受けて、まあそれでもこうやっぱり不安ですよね。もう薬が体の中にこう入るので、でだらだら喋ってもあれなんで、端的に言いますと、まあその抗がん剤の副作用と呼ばれるものはまあ一通りありましたね。
マシだったということはちょっとないんじゃないですかね。まあちょっと、同じように受けられている方がどれぐらいの強いものかというのがわからないですから、単純に比較はできないと思うんですけれども、まあ、強いて言えば、吐き気がものすごい強くてご飯食べれないっていうことはなかったです。吐き気はずっとありましたけどね。で、ご飯が食べれない理由は、物を口の中に入れると、なんかもうコンクリートか泥かみたいな、味がもう、その味がとか食感がとか、なんかそういう感じで食べれなかった。いや、それも吐き気なんだよと言われれば、まあそれもそうかもわからないですね。で、あと、倦怠感。ですね。それが、それが腹痛。これがまあちょっと、きついですね。今でもきついですね。で、手足のしびれ。それからまあ何日か後になるともう、とにかくこの指先がね、冷たいものを触れると、ピーンとこう、なったりするようなこととか。そうですね。まあ一通り、こういう症状はなかったっていうことはなかったけど、その中でも、一番きついのはその口内炎、口が乾く口内炎、それから、背中の痛み、私は特にその骨髄にダメージを受けるということがなんか結構大きいみたいですというふうに言われたので、背中の痛みが強いですね。腰背中の痛みかな。はい。でも寝れないぐらいですね、本当にね。はい。まあオンパレードでしたね。で、入院中はもう体力がないので、もう痛いししんどいし気持ちが悪いし、いろんなことが襲ってくるんですけども、ほんまにベッドでもうずっとこのまま横たわって、だ変な寝汗もかいて、もういろいろ大変でしたけども、まあ、結構視覚的に、強烈だったのがやっぱ僕の、いわゆる脱毛、髪の毛が抜けていくというのがびっくりしましたね。抗がん剤を打って3日目ぐらいからなんか枕にねいっぱい髪の毛落ちてるんですよ。え、こんな落ちるかと思って、まあもうそこからずっと、え、こんなに抜けたらもうなくなんでって言っても、もうしばらくはなくならっているような感じがなかったんですけど、もう抜け続けたからもうこうなっちゃいましたね。もう一回もうほんまもう完全にというか、まだちょっとこれ後ろの辺生えてきたぐらいで、ね。まあもう一時っていうか、もうそのガンで入院する前よりかははるかに少ないですけれども、まあ髪の毛が抜けるっていうのはもう相当衝撃でしたね。視覚的にも。でもやることないんで、もうずっと、枕元とか、その自分のベッドの周りにある髪の毛をこう、一本一本こう拾ってましたね。暇やからピンセット持ってきてくれ言うて、うちのママに頼んだぐらいですけど、まあ最後まで入院してる間すっかり忘れてたみたいで、ピンセット持ってきてくれることはもう全くなかったんですけども。まあそれぐらいですかね。まあもうとにかくびっくりすることの連続でしたね。で、実際にですね、ものすごい主治医の先生とか看護師さんも心配してくれたんですけれども、まあ入院中その食事をもう満足に取るということはもうできなかったですね。なんとかスープを一生懸命飲むぐらい、うどんかなんかにしてもらってその汁を吸うぐらいですね。1ヶ月ほとんどもうご飯食べた記憶ないですね。みるみる痩せていきました。で、まあ、これでまあ、ちょっと、本当に治るのかなっていうような、不安とか、それあんまなかったですね。治る治らないっていうよりも、もう目の前のこのしんどさをもう耐える。毎日っていうだけで。もうそんな余裕はもう全然なかったですね。で、まあ、まあ、インスタとかね。そんなところでもそのどういう治療してますか、こういうのがいいですよとか、抗がん剤は
なんか毒と言われてるから心配ですとかっていうふうにその言われて、今でもまあちょこちょこね、聞いたりしますけど、まあここで私のパターンを言ってると、私はもう選択肢がもうそれしかなかったっていうのが、まあ、迷ったりすることはなかったですね。まあ、この間の動画までにも言いましたけれども、とにかく何もしなかったら、これはもう医学的にというか、私が見てもですね、これダメだろうと。まあ、私のその体がもうどんどん動かなくなっていってるということから考えて、まず、癌の栄養になるものを取ってはダメですよ。いや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 、これ取れへんかったら多分もう死にます、私。で、これがまず一つですね。で、抗がん剤を打ったら、体に毒ですから危ないですよ。いやいやいや、抗がん剤打たなかったら、もう2週間で死にますから、ということになるんで、とにかく栄養を取るということと、抗がん剤治療を行うということをしなかったら、今、いろんなことを総合的に考えて、主治医の先生とかが、まだ治療の手はありますから、もうほんま末期、ね、しなかったらやばいですけど、したら可能性はありますよということだったので、本当にこの、治療の施しようがないということでは、まあ、最悪の状態でありながらもなかったのでね。だからもう、治療するしかないという状態だったので、もうとにかく、抗がん剤治療と栄養を取るということをしなければ、もう、死んでしまうということだったので、それを選択するしかない状態で、やりました。で、まあ、結果がですね、まず、抗がん剤投与をしたら、まあ、そういうものが、こう、襲ってきます。でね、まあ、ちょっと、ここから入院中のちょっとお話になるんですけども、まず、骨髄にダメージが私はいくので、血液の状態が悪くなる。血液の状態が悪くなるっていうと、まず、赤血球とかヘモグロビンの値が下がります。まあ、赤い血の方ですね。で、血小板も下がります。それから白血球、好中球という免疫システムの免疫細胞も落ちます。で、免疫細胞の落ち方が結構やばかったみたいで、血液内科の先生が見ても、これはやばいですねっていうぐらいの免疫細胞の少なさだったらしいですね。なので、空気清浄機を置きますって言われたんで、あ、わかりました。でも、もうほんま、空気清浄機買うて家から持ってきてもらいましょうかって看護師さんに、ほんまに言おうか言おうまいか、こう、口に出たけどしんどいから言わなかったら、なら空気清浄機を、看護師さんたちが持ってきてくれたんですけど、そらもうね、どんな空気清浄機か言うたら、もう80インチぐらいの、テレビの大きさの、もう板状の、もう業務用というか、あんなんをこう横とベッドの後ろに据えてもらいまして。本当は、無菌室作らなあかんぐらいと言われましたね。それぐらいやばいということだったので、あ、わかりました。ありがとうございます。で、ガーという中で寝てました。で、普段はね、常時っていうボタンを押すと、そんなに大きくないんですよ。で、山本さん言うて、看護師さんが入って来られたり、点滴の時間ですとかっていう時なんかは、あらかじめ、その常時っていうボタンから、いわゆるこの強風にして、もう人が入ってくる時は、ぐわーにせんとあかんぐらいでした。で、看護師さんの皆さんも、もう完全にこんな宇宙服の状態で来て、ほんでこうやられるんですよ。で、一回ね、まあこれは多分、あれなんですよ。僕今、そう思ってるんですけども、やっぱりこう抗がん剤打つと、熱がこう上がったり、するんですね。で、熱が、上がるとですね、本当にこう、なんて、出忘れした。
抗生物質隊が来ましてね、まあ、抗生物質隊ってもう名前つけてますけど、まあ、看護師さんが来て、あ、山本さん熱があるってなるとですね、これはもうなんか感染したらあかんからいうことで抗生物質を打ちに来るわけです。これ抗生物質隊なんですけどね。でそれがねまたね、まあ僕はもう、あ、熱一回目もうっかり、あ、熱ありますわって言ったら、それがね、38度1分ぐらいだったんですよ。まあ、熱があります大変みたいな感じでパッと行かれて、え、何やろうと思ったら、もうカラ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 って来てね、で、ちょっと手出してくださいと、は、点滴しますって、抗生物質点滴しますって、うわー、もうまたー言うて、まあ、ブサーッと刺されるわけですよね。で、それをですね、朝の6時だったかな、朝の8時、12時、ほんでまた夕方の6時かなんか、1日ね、3回するんですよ、それをね。で、まあ、その3回するから3回とも刺すんじゃないんですけど、もう刺しっぱなし、点滴のあの針をね。ほんで、この、また買いに来てくれはるんですけど、もうそれがね、もう1日。で、それを、どれぐらいするんですかって言ったら、10日するって言うんですよ。10日ですよ、10日入りっぱなしですよ、これ。でもまあ、一回耐えたらね、いいんで、わかりました、言って。ほんで、もうずっとこれに、もうこう、針が刺さってるわけですよ、もう、ああ、怖いな、思いながらね、こう、なんかパーッと引っかかった針がピッてなったら、もう怖いから、もうテープでこう巻いてね、もう自分でこう、あれするようにしてたんですけど、ね、ある時3日ぐらいしたら、カラカラカラーっと来て、あ、差し替えまーすって言って、差し替えるんですかって言ったら、あ、これ一応3日ごとに差し替えなあかんのです。言って、もう差し替えるところ抜いて、またこっちとかね。まあもう、いや、なんとかこれ持たせませんかねって、もうそんなことが通るはずもなく、ね。いや、もうダメです。これもう決まってますから。で、10日間、もう抗生物質体にね、身を預けて、もうそっから思いました。絶対に熱出てるって言わんとこう、思ってね。ほんで、10日ぐらいですかね。10日間、抗生物質をやって、もういよいよもう今日抜きますと。ね、もう終わりです。というふうに。もう何回も看護師さんにね、今日で終わりですか？今日で終わりですか？あ、今日で終わり、次のオーダー入ってませんよね？っていうことで、わかりました。って言うて、ほんで、今日の12時で終わりやなと思ってたら、なんかちょっとまた違う看護師さんが来て、針抜きますって言うと、あれ12時までやったらちょっと早いなと思って、次また夕方の4時にするんで、いや、12時で終わりで聞いてるんですよって、あ、また新しくオーダーが入りました、あと4日間、まあ、だから2週間ですよね。え、マジっすかって言って、分かりましたって言って、もう分かりましたも何も分かりましたしかないので、やめてくださいもう言えないわけですよ。ね、で、また変えて、皆さんここでね、思ってくださいね。3日に1回ですよ。3日に1回を差し替えなあかんところを、残り4日追加しました。ということは、残り3日だったらあと1差しで終わりなんですけども、たった残り1日のために2差しせなあかんわけですよ。もう辛かったですけれども、まあ14日間終わりまして、ね。もう良かったんですけども。でね、これ、まずどういう抗生物質を投与せなあかんかっていうことを調べなあかんから、この抗生物質を初めに投与する前に採血があるんですよ。これまずもうそれでまず2差しなんですよ。もうこれがね、もう痛いんですよ。もう。で、2刺し。なんで2刺しかというと、別のとこから取らなあかんのですって。だから、右から取りました。ほんなら次、もう一回左から取らなあかん。違うところから取らないといけないっていうことを説明されて、それはもうなんでですかとも言えないんで、あ、わかりました。って言って2刺しですよね。2刺しプラス、点滴一発でもう1日3刺しですよね。で、時々なんかあったのが、まあそれで菌が減ってるかどうかを言って、また2刺しもあるわけですよ。
で、その間にまた、別の検査で血液検査ということがあって、もう、ぶっさぶさ刺されて、もう、まあ、それはもうね、病院ではもうそれはそうですから。おいで、めでたく、もう、あの、2週間終わって、抗生物質もなくなって。で、それから、まあ、2、3日をしてたら、また熱上がってくるんですよ、これが。パッと、ほんならもう、看護師さんが、はい、はい、山本さん、熱上がってください。もうね、なんかわかるんですよ、こう下がったら、あ、俺ちょっと顔ほてってんなって。そういう場合は、こう、挟んで、こう、ピチッと挟まないで、ちょっと浮かすんですよ。ちょっと浮かして、ビビ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 、37度8分。ああ、また山本さん、ちょっと熱上がります。いや、ちょっと待ってください。37度台はもうセーフじゃないですかっていうふうに言ったら、いやでもこれちょっと熱ある、いや、あのね、主治医の先生38度はやばいって言ってました。ちょっとあの こうやって小技やったらちょっと熱上がる時もあるんですよ、なんとかもう抗生物質だけはって言ったら、ね、それはねちょっと逃れられましたけどね、はい、38度になったらもう言ってくださいよということでね、まあ、それ以来打ってませんかね。で、家帰っても、退院した時も、もやもさんも熱があった場合はね、もうすぐに、来てくださいと、言われましたけれども、もう必死に体温計を調節してですね、行ってません。もう行ったら、入院の、抗生物質体が来てですね、もう2週間点滴なんで、もうこれはもうやばいですね。なんとかそれも避けてると。まあ何の話しとんねやという話ですけども、以上私は、そういう状態ですね。今もう非常に警戒しなければいけないのは、まあコロナ、インフルエンザ、ね、熱がもう爆上がりしたら、もう私はもう運ばれて2週間、強制入院プラス、抗生物質体のもとに、監視下のもとに、点滴をされると。いうことになりますので気をつけて、今もいますし当時も気をつけてましたね、はい、ということです、はい、これがね、入院中にあったことと、それから、入院後も気をつけてることですね。で、まあ、入院後のほんまに帰ってきてからの話はまたちょっとしたいと思います、今日はなかなか、入院中も抗がん剤以外にも針を刺されまくって苦労したよというお話でした。それでは。